今日はですね2月の22日です。で前回練習したのが2月の16日だったので、何日空いてんだ、17、18、19、20、21か、まあ、5日間、空いてしまいましたので、ちょっとまあ、うまく打てるかなという不安があります。なのでまあ、ちょっといきなり、一発目打ってみようと思います。まあこういう最初の一発目がね、まあ、実力かなと思うので、まあ、それをちょっと見極めるのも大事かなと思うので、まあ、ちょっとウォーミングアップとかしてませんけど、とりあえず、打ってみようと思います。さあどうなるか。お、なんかいいんじゃない。まあ、なんか結構自分としてはうまく打てましたので、ちょっとやってることが身につき始めているのかなというふうに思います。よかった、ちょっとほっとしたりなんかして、まあ、ただ、そうですね、ちょっと自分の中でただ今、こういう感覚がもっと欲しいなというふうに今ちょっと思ったのは、やっぱりためですよね。手首の、まあ、その角度をこうキープしたままこう下ろしてくる感覚がもっとあれば、なんかスパーンとこうそのほどきでねスピードが出せるのかなというふうに思うので、ちょっと今日はね実はこういう練習やってみようと思って、実は決めてきました。というのはまあ非常にシンプルなんですけど、まあ、ボール打つボールの前に、まあ、ボールを置いちゃうと、まあ、こういう、まあ、よくあるドリルですよね。で、まあ、要はこれまあ、すくい打ちっていうかね、あんまり低いところから入ると、まあ、当たっちゃいますんで、まあ、これに当てないように、まあ、打つような練習を、まあ、したら、まあ、これこういうこの角度を強調してそのままキープして、まあ、最後の最後でほどいてバーンと打つみたいなことを、しようかなと思ってやってきました。なのでこれでちょっともう一回打ってみようと思います。おお、ちょっと怖いから今少し当たりが薄かったな。で、この時の、イメージ、なんですけども、まあ、トップ、まあ、トップって本当はねそんな意識して作るもんじゃないんですけど、まあまあ一応代わりにいくかトップとしたら、そこからこのグリップエンドをね、グリップエンドを、まあ、ボールの方に向けてこう、まあ、ボールをついてあげる感じでちょっと下ろしてみようかなというふうに思います。でなおかつ、左手が外に流れちゃうと、フェース開いちゃうので、まあ、こうボールの方にグリップエンドを向けつつ左を引きつける、左手を引きつけて体の近くに通す、まあ、もちろんそれに伴って右手も近く通りますけれども、イメージを作ってやることでこのコックがほどくときに程よく、まあ、降りてきて当たるのではないかなというような感じで、持ってます。でちなみに、まあ、この間隔はですねどのぐらいあるかな、ちょっとボールを並べてみましょう。よいしょ、ちょっと、おお、こんなもんか。よいしょ、よいしょ、こんな感じでとりあえず、間隔がですねボール6個入ってますね、ボール6個分の、間隔です。で、まあ、今これ打つボールなんですけど、まあ、このボールはちょっと手前でいいかなと、このぐらいね、まあ、多分このぐらいから入ってくるので、まあ、こういうところに置けば、プレッシャーになるのかなと、まあ、だってこんな感じでボールを置きました。はい、じゃあそれではこの、まあ、ガイドラインのボールは取ってですね、まあ、ボール6個分の間隔が空いているので、まあ、これを、ためを意識して打つという、まあ、いう練習を今日は、まあ、取り組もうかなという感じですね。さあ行きましょう。まだ怖がってる、怖がってるね、小林くん怖がってるよ。普通に、まあ別にそんなにボールを、手前のこのボールを、まあ、意識しなくても、まあ、大丈夫かなとは思うんですけど。
ね。というわけで、トップの練習、もうさることながらですね、やっぱりその、他の部分もね、やっぱり練習しないとうまくならないので、今はやっぱりそのためを作ってですね、いわゆる角速度っていうやつを発生させてヘッドを走らせる、ようなことにも、取り組んでいこうと思ってます。